戦利品があります。戦利品をいくつか見せてくれ。すごい数だな。いやはや、お前は報復の見つかいそのものだ。報復の見つかい、ありがとうございました。で、そこね。でもね、隊長、この辺がいつもね、もうね、やばいっすよ、この辺、隊長。あの辺としてどうにかした方がいいと思うんですよね。としたらですね。とりあえずまた今、戦利品を売りさばいた後、そこに行くか。ちょっとこのクエストいっぱい、こなしたいな。なんかやってる。創世書は教えている。我々と高位聖職者に。しかし、その言葉を聞くだろうか。膨れた腹の奴らは。話できない。買ってくれ、金持ちや。安っ。もっと高かったはずでは。これはね、ちょっと持っときたいね。めんどくさい。いいや。で、修理。これは売ろう。もうこんなに。いや、でも、この防具のおかげもあって、ノーダメージだった気がするから。もう完全回復しようぜ。250、いや、260でなんとか。これじゃダメだ。はい。よし。その額ならいいだろう。点で剣を打って。でもパンなしでは生きていけない。神のご加護。いいよ。じゃあね。ちょっと一応神のご加護を騎士さん。はい、どうも。レディチコから行った方がいいよね、多分ね。レディチコまで移動して、今日は終わろうかな。え？え、なんで？は？ニンニク、玉ねぎ、マッシュルームにあから出したてよ。え、どういうこと？あ、できた。え、なんだったんだろう。建物の中扱いだったのかな。はい、ってことで今日はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。あ、どうも、藤丸郎です。本日は7月の19日ですね。はい、どこだっけ。これね、ここに。なんかでも多分ね、夜中に前なんかこの辺で戦って、なんか逃げたやつを追ってって戻るときに、なんかね、戦闘になったから一部、いや、なんか倒してる可能性あるね、もうすでに。はい、ちょっと行ってみたいと思います。お、なんで座ってんの。どうしたの。休んでるだっけ。いや、先日、ちょっと知り合いから勧められて見た映画で、ロックユーっていう、ちょっと前、だいぶ前の、20年ぐらい前の、2000年ぐらいの作品なんですけど、すごい面白かったんですよ。タイトル、ロックユーで、これ完全にクイーンの We Will Rock You から取ったタイトルで、もう冒頭からいきなりもクイーンの、ね、楽曲流しまくりの映画なんですけど。で、どんな映画って、ね、そのタイトルだけ見たらわからない感じなんですけど、あれ、これどうやって降りるんだっけ。ああ、
なんと中世の本当に、馬上槍試合を題材にした映画で、すごくなんかこう音楽はね、そのめっちゃ現代のそのね、ロックミュージックを使っているんですけれども、その馬上槍試合っていうのは本当に貴族しか参加できない、まあ、一種の、まあ多少命を懸けた、まあ基本的には死なないようにちゃんと安全対策をしてやっている競技だったらしいんですけど、本当にもう貴族のスポーツみたいな、貴族のその威信をかけたその、ちょっと危険なスポーツみたいな位置づけであったっていうことをこう非常にこう分かりやすく、描いた作品でハマった時代的には多分ね、このゲームの世界よりも多分1世紀ぐらい前の話だと思うんですけどね。非常に、でもまあまあだいぶ近いイメージで、あ、馬上槍試合ってそういうあれだったんだみたいなのが、ね、すごくわかるし、登場する武器とか鎧とかもすごいしっかりと作り込まれているし、面白い映画でした。ぜひこういう、まあね、中世の世界の勉強にもある程度なるだろうし、まあどこまでちょっとだいぶ演出もされてるもの、されてるとは思うんですけど、あれなんだ、切り株、ちょっと時代のその考察的にどうなんだってところももしかしたら若干あるのかもしれないけど、でもまあすごく楽しめたので、ぜひこういう世界観好きな方はご覧、もしねまだ見てないっていう方はね、見てみてください。大変面白かったです。この辺だと思うんだけどな。ああ、もうちょっとで入りますね。また毒などを用いてやってやるぜ。人影はない。そういえばこの間新たに発見した薬草屋さんじゃない、薬屋さん、錬金屋さん、なんかこの辺の畑作ってなんかいろいろ育ててるんじゃねえかって言ってて、目の前にあったのにそれを完全に僕見落としてるっていうのを編集しながら気がつきまして、後で行ってみたいと思いますいやー本当にその編集してて気づくことありすぎて困っちゃうよね。もうどんだけ見落としてんねんっていう、随分ブルブルしてんなお前。さあテントが見えるんで、あの辺に陣取ってると思う。ああ、いるな。馬もいるな。何人いる？もうちょっと毒塗っといた方がいいんじゃないか。やった？あ、毒リンゴ。そんな技も使えるのか。時給 50% 上昇。これだな。活力。これも飲もう。で、ちょっと、あと。マリー。マリはもうちょっと、あ、いいか、もう飲んじゃおうか。はい。今のは一体何だ？そこにいるのは誰だ？へい。お前、こんなとこで何してるんだ？人生に疲れたか？よし。これでおしまいだ。神よ。ほう。よし。弓野郎がいるな。スタミナ。
ええ、先に弓野郎だな。よし、倒した。スタミナ。このクソ野郎。はい。あおら。はい、もうちょいスタミナ。はい、まだいる。おらんか。終わったな。いやー、ドーピングいいね、ドーピング。ミーミー。また高値で売れそうなもの持っていこうか。この剣は？剣が取れない。商人の剣。わあ。毒ワイン。え、毒ワインどこにある？このこれ取りたいんだけど。そこにいるのは誰だ？やるか？そこにいるのは間違った。おい、これは驚いた。びっくりだぜ、俺も。ほら、ほら、ほら。あ、犬。これは楽しい。犬、犬。あ、犬。え、犬。犬死んだ？なんだお前。神様。神様。犬ちょっとスタミナ全部持っていきやがったな。マリー。犬。ああ、犬の毛皮。犬のお肉って俺食べたことないんだけどね。赤犬がうまいとかってね、昔は結構食されてたってのは聞いたことありますけど。韓国ではまだ食べたりしてるみたいなのなんか若い頃聞いたような気がするんだけど、どうなんですかね。まだ食ってんのかな。これおんの、これ重たいか、いらんか。はい、間違った、担いじゃった。ミミー、あれ？取る、はい。ウサギ。これ中入ってる？これ何これ？ワイン。あー、超高難易度か。わー。
このお馬さんは？馬を調べる。おー、容量多いな。これだから自分の馬にするためにはどうしたらいいんだろうね。なんか方法が分かんないよね。わ、きったね。お腹空いてる俺か。帰るぞ。まあファストトラベルで帰るか。あれ、ちょっと待ってよ。これ何？ああ関係ないのか。隊長、俺やりました。あーでももう時間的におらんかな隊長。お、あれ帰るところ隊長、お話できる？会えて嬉しいよ。ちょうどよかった。始末しました。野営地を片付けました。証拠は持ってきたか？はい、ここに。よくやった。どうやらラッタイでの仕事は終わったようだ。あ、終わり？他の野営地の情報は入ってきていない。これで少しは平穏になるな。よくやった。あざす。ありがとうございます。だが仕事の心配はないぞ。ロバート隊長にお前の働きを伝えた。タルムバークに来てほしいそうだ。クマン人どもが森で暴れているらしい。わかりました。タルムバーク。了解です隊長、はい、直ちに向かいます。その息だ。さよなら。あ、いやいや、さよならじゃなくて、耳があるのです。はい隊長。戦利品をいくつか見せてくれ。はい。すごい数だな。いやはや。いやはや。お前は報復の見つかりそのものだ。前聞いたなこれ。あざす。神のご加護。じゃあちょっとまた売りさばいて、じゃあ次の報復に行くぜ。もうまだやってた。分かった。226円か。買ってくれ。修理はさすがにまだいいだろう。武器。いいよ。じゃあなー。じゃあ。お！運んでるねー。出るかな。おお、ラジ君久しぶり。元気や。なんかあれかね、リンゴ、これ食っちゃうか。寝まーす。リンゴ今満腹なのに食えちゃったな。なんかよくこの辺が分かんないんだよな。リンゴ程度だったら満腹でも食えんのか。あれ、活力と生命力全く減ってない。なん寝る必要ないじゃん、したら。まあいいや。あれ、ああ、そういうことか。あれ？まだ豚騙すね。ああ、そっか。俺、あのスキルつけたから、超腹減りづらくなってんのか。もしかして。
わあ。まあ、でも109か。まあ、すぐ、あれだろ。したら、ラッタイ？ラッタイじゃねえや。どこだっけ？あ、そういえばよ。これでだいぶ、あれじゃないの？あ、ちょっと待った。スキルが。わ、どれがいいかな。ハンティング、ソード、サーベル。うん。切る、切る、切る。切る、つく、つく。これがいいんじゃないか？ね。あ、隠密はこれあれか。はい。で、いや、そうじゃなくて。何見たかったんだっけ？評判。評判が見たかった。ラッタイの、ラッタイの、兵士の、あれ ?30 か。この、あのクエストを今やった、その盗賊狩りとかやったら結構この辺の名声が上がるのかなと思ったんだけど、そんなことはなかったな。うわぁ。修道院やばいな。タルムバークに行けって言ったよな。ああ。評価高えな。スカリッツ。ちょっととりあえずじゃあ、タルムバークに行きますか。